朝か。なんかすっごくいい夢見た気がするんだけど、思い出せない。それより今日はお休みだ。早く起きて着替えなきゃ。秋になったんで俺は、買い物に出かけたい。金も貯まってきたし。多分、品揃えが変わってると思うんだよね。アイズマーケット。らっしゃい。秋のおすすめアイテムがいっぱいよ。お、やっぱり。秋のって変わってるもんな。どうしようかな。買い物する。なんかこれアウターってやつが、いまいち欲しいなと思うのがないんだよね。10万円もするのかこれ。でも、こういう大人っぽいのあんま持ってないから、1個買っとくか。なんかあんまり、パッとするのがないよね。前とあんまり変わってない気がするけどな、品揃えが。なんか、少年っぽいのばっかだね。なんかもっと、エロい感じのが欲しいんだけどね、俺は。何この妖精みたいな靴。パソコン買おう。洋服屋さんにパソコン売ってるってどういうことだよ。ヨドバシカメラかよ。あ、サングラスなんかあるんだ。一個買っとくか。あ、もう持ってるよ。パソコンコンプリートしたけど、金がなくなってきたんで、やめとこう。お店を出る。また来てね。ちょっと仕事しとくか。あ、でも、やばい。元気がもう、ないな。飯食っといた方がいいな。レストランベッシュ。もういつも、ここでは先生と会うな。はい、とこちゃん、こっちこっち。先生、こんにちは。ちょうどいい時に来たわね。ごちそうしちゃうわよ。先生はいつもここで、待ち伏せしてるんじゃないかっていうぐらい会うよね。はい、とこちゃん、何にする？俺はもうちょっと体力ないんで、一番高い飯を食わしてください。あ、よかった。回復した。美味しかった。それじゃあ私はそろそろ行くわね。じゃあまたね。はい、先生ごちそうさまでした。いい休日だったな。さて、何をしようかな。メール。じゃあ、山吹先生にお礼のメールを。編集長とお出かけしてるの。今日は遅くなりそう。それじゃあ、おやすみなさい。寝るか。今日はもう寝よっと。それじゃあ、おやすみなさい。気持ちのいい朝。今日も頑張るぞ。さあ、支度しよう。で、昨日、いくらか服を買ったんで、そうだ、このなんか大人っぽい、こういうのを買ったから、超大人っぽい感じで、じゃあ、今回は、これなんかすげえな。これどう？なんかでも、足が違う気がする。履いてない方がいいのかな、こうやって。そもそもこの靴が合ってないのかな。これで行ってみるか。ちょっと今回は冒険。それじゃあやっていきます。どうなんだろう、今回のこれは。おはよう。そのトップスとボトムスの組み合わせいいわね。ほんとかな？おはよう。やん、今日の子かわいい。かわいいか？うす、この服かっこいいぜ。やあ、おはよう。今日はかなり決まってるね。あ！と、ほうしょうちょっぱーしょう。おお！いいじゃん！すげえな！この服で、5人に褒められた。おはよう。あんた今朝は5人。もうそれなら仕方ないわ。私今朝は4人だもの。これで負けたらしょうがないわ。やるじゃない。次は負けないわよ。じゃあまたね。ほんとよかったの、これで。で、自宅に帰ると。さあ、今日もお仕事頑張るぞ。まずはどれをする？ホワイト。お、このホワイトの作業が結構気持ち悪いんだよな、俺。怖くねえ、なんかこの。なんなの、これ。これか。なんかこう気持ち悪いんだよね。なんでこういう間違いをしたのかが俺はよくわからない。こうか。テクニックが大幅アップ。絶好調。あれ？誰か来たみたい。誰だろう？はい。あ！先生だ！こんにちは。あ、先生、こんにちは。先生にこんな格好見られて恥ずかしいな。家の中でサングラスしてるっつ。どう、調子は？今月はスケジュールが厳しくて、原稿ちょっと急いでるんです。
ハイドコは他の人の手伝いばっかりしてるからな。そうだろう。でもあまり無理しないでね。先生心配よ。ありがとうございます。でも大丈夫ですから。この先生のタヌキみたいな眉毛が下がってるよ。なら言うわ。そうそう。今月はキュート大賞の月ね。大賞が誰になるか楽しみだわ。おいしい。それじゃ頑張ってね。これもなんかイベントが発生するのかな。このキュート大賞とかいうやつ。午後になりました。よし、夜までもう一頑張り。この効果。いまいち納得のいかない効果。勝つのは俺だ。どういうことよ。これ?ほんでいいのか、ほんとに。ズーマ負けた。ほんでいいのか、ほんとに。なんか釈然としねえんだよな。テクニックオーバーアップ、絶好調。ふう、お疲れ様。これこっちでサングラスかけたら、こっちもサングラスかかるんだな。さて何をしようかな。メールなんだけど、出す人がこの5人しかいないっつうのがちょっとな。じゃあ先生に出そう。山奥先生にメールしよう。編集長とお出かけしてるの。今日は遅くなりそう。それじゃあおやすみなさい。なんか別に変わったことも言ってくれないし。さっとそろそろ寝よう。今日はもう寝よっと。それじゃあおやすみなさい。今回は特に大きなイベントを行わなかったけど、キュート大賞っつうイベントが、はいどこにどう関わってくるのかっつうところだね。